当時見てたアニメが、他は、一休さんですね。はいはいはい。で、まあ、当時はこう気がつかなかったんですけど、こう今その時の気持ちを言葉にすることがこうできるようになって、はい、何をこう思って見てたのかがだんだん分かってきたんですよ。はいはい。例えば一休さんなんかは今思うけどね、一休さん見てました？あれも見てなかったです。もう大きく、もう大きくなってたんで。一休さんを今振り返ってみると、あの気持ち悪いっていう、あの顔が女の子みたいな顔して、それで藤田さんの声も可愛いですし、あ、まあまあね、で足出してますよね、なんか、はい、太ももとか、ほう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 、であのほとんど女の子の作りの顔してるんですけど、それが非常にいやらしいと、あ、そうなんですか、あのいうことが分かったんですね。あ、そうですか。変な気持ちになってきます。あ、そうなんですか。はい、なんか画像を見れば分かるんですけど、顔ほとんど女の子で、あの絵がうまいんですね、非常に。一休さんは絵がうまいです。これでここまでのなんか太ももが出てるぐらいの着物を着ててですね。なるほど。で声も可愛らしいと。はあはあはあ。これが非常にいやらしいということが自分は今あ、そうなんですか、思うところですね。あ、当時そういう目で見ていたってことですか。いや、当時は分からなかったです。なんかなんかモヤモヤするなって思って見てたんですけど。あ、そうなんですか。多分そういうことだったと思います。あ、そういう近い感じはね、私エンマ君とかね、ギャートルズには感じたことある。 あとなんだっけ、ワンパク大昔クムクムとか、はい、あの辺ちょっといやらしい感じありましたよね。変な気持ちになりました。変な気持ちっていうか、うん、まあそうですね、いわゆる性的興奮とは違いますけど、なんかもやついた感じはありましたよね、やっぱり。だからあれはあの人は何もつけてないんだろうなぐらいの感じはありましたよね。そうですか。ええー、僕はその性的興奮で言うと、まずあのお化けの Q 太郎の、お化けの Q 太郎、これは別に白黒でもカラーでも漫画でもどれでもいいんですけど、あの服着てますよね、お化けが、はい、はいはいはい、それはたまに見えるんですよ、足が、ああ、なんか黒い足がね、黒い足が見えて、もっと見える時はなんか変な、そのパンツだか体なのかわからないんですけど、足の付け根からはまた白いんです。そこまで上げたことありました？あります。アニメでも漫画でもありますよ。あ、そうなんです。これが非常に気になるとこれがちょっと、まあ、性的興奮に近いなるほどねものがありますね。あ、なるほどなるほど。後に分かったんですけど、パンツらしいんですけど、そうなんですか。あの人って白い足の付け根は白いんですよ。あの人って何もつけてないと思ったんだけど、なんかパンツらしいです。あ、そうなんですか。だけど当時はパンツだと思ってなかったので、裸だと思ってたので。そうですね。これはますますこれはちょっとあのムラムラしてくるわけですよあ、なるほど、ムラムラモヤモヤとこう足の付け根はもう一回白くなるんだと、あ、そうなんですけど、あ、ね、まあそういうモヤモヤはなかったけど、あの下あれ全部剥がしたらどんな姿なのかなと思いました。誰にもわからないですね。そういうの書かれたことないので、まあでもそういうのわかりますよ。だから私なんかだとタイガーマスクってわかります？はい。あれの人形が出てたんですよ。はい。あれね、あの時代だと非常に画期的だったんですけど、はい、マスクを脱がせられるようになったんですよね。あ、人形がですね。人形がマスクを脱がせられるようになってて、でコマーシャルでマスクを取れば伊達直人に早変わりとか言ってたわけですよ、はい、でマスクを取るとその中にはちゃんとした正体の伊達直人の顔がちゃんとあるんですけどね、はい、あれやっぱりマスクを取る時とかなんか妙な興奮ありました、やっぱりね。
そうですか、はいはい、だからそういう似た感じじゃないですか。やっぱりプロレスは見ます。あ、見てました。あ、プロレスでもやっぱりその覆面レスラーがね、覆面トラレスラー、分かります分かります、分かるでしょ、覆面レスラー、なんかやらしい、なんかね、覆面取られそうになるとなんか妙に興奮が、パンツ取られてたみたいな、そんな感じありますよね。そうですよね。ありますあります。それは私もブログでも書いたんですけどね。あ、そうですか、うん、あの、そしたらなんかそれ検索して見つけた人がいたみたいで、だから2チャンネルにそういうスレがあったんですよね。その覆面レスラーの何だっけな、うん、その覆面レスラーの覆面剥がしで興奮するスレみたいな、だからそういう風に見る人はやっぱ結構いるんですよ、やっぱり。うん、だからオパッキーのその話もなんか近いものありますよね。だから隠してるってことは見られたくないわけですから、まあまあ確かに、これを剥がすのは、まあまあ確かに、非常にあの変な気持ちになるっていうか、まあまあまあ分かりますね、確かにそれはそうですよ。ですからあの赤影の、はいはい、まあ、セクシーさ、おー、これもちょっとあの性的興奮とは違うんですけど、ちょっとムラムラすると、あのかっこいいじゃないですか。まあ確かにね。で、まあ白影と青影がいますよね。はい。そっちは全然普通に見えるんですけども、ええ、赤影だけ異常にセクシーだと。ちょっとこの、それ覆面のせいなんですかね。まあハンサムですし、ああ、かっこいいですし、ええ、そうするとちょっとあの、この人おしっことかするのかなみたいな目で見てくるわけですよ。あ、でちょっとなんていうんですかね、変な気持ちになってきます、ね、完璧すぎるんで。あ、なるほど。アブの2人は全然すごく人間味が僕にはあると思うので、あの、何とも思わないんですけど、赤かけだけやけにこの本当にあの、ああちょっともやもやするなっていう、ええ、あ、でもヒーローものって結構そういうのあるかしんないですよね。だから私だと高速エスパーは割とそれに、まあ、ちょっと違うけど、高速エスパーでやっぱり もやもやしてたんですけどね。エスパー知ってますですか。知ってます。あれってピチピチした強化服でしょ。そうですね、強化服で、これもブログに書いたんですけど、はい、あの、俺もろくでもないこと書いてるなって今思いますけどね、はい、あのピチピチした強化服で、であのエスパー君は、はい、なんか苦戦するときっていうか、はい、なんか呼吸が苦しくなってくるととか声出すんですよね。うん、だ別にそういうのを、そういう性的思考はないんだけれども、うん、なんかやっぱりね、もやっとした感じにはなりましたよね。あ、そうですか。ええ。あのピチピチした強化服。ああ、うん。やっぱり人によってあるんですね。そういうの。いや、あるでしょ。ただ普通は言わないだけで。言わないですね。私はその覆面のことにしてもエスパーのことにしてもわざわざブログに書いてですよ、言いませんよ、文章にして、それを全世界に公開してるってちょっとかなり特殊な人間だと思いますけどね。でまあもう少し付け足すと、あくび娘の歌、はい、これは相当ムラムラしてましたね、僕は。ああ、あの、あの本当になんか歌い方に切ないっていうか、こうあくび娘の歌とその映像、ああ、あの腰フリフリの映像ですね、ええ、まあすごくいい歌で、映像も綺麗なんですよ、まあね、なんかシャボン玉みたいなのがふわふわしてたり、絵も上手で、まあ羨ましい悔しいっていう気持ちがものすごい、こう見てて思うぐらい素敵でしたね。ほうほう、はい、もう、まあ、そうですね、羨ましすぎるレベルで、それがこの愛が憎しみに変わるってやつですか。あ、そうなんですか。あの破壊したくなってくるっていう、
そんな気持ちになりましたね。いやそれはちょっと目当たる節がないで、でまああくび娘も、ずっと僕奥さんだと思ってましたしね、アクション大魔王の。あそうなんですか。しばらくして、そのあくびちゃんが音玉っていう、そうですね、ああ子供なの、子供ね、そうですね、そこでえって思ったんですけどね、奥さんだと思ってたんで、はい、大魔王の奥さんは登場回数少なかったですもんね。そうですね、まあ、最終回が悲しすぎますけどね、これでいいのって今見ても思いますけどね。確かにね、あれで終わりなのってなんかちょっと時間配分失敗したんじゃないのかなって見ました。最終回、最終回はまあ多分多分というか、再放送だと思うけど見ましたね。追いかけてるなんか壺がピューって飛んでっちゃって、みんなで追いかけてって、終わりなんですよ、はい、なんかあれって その後もうちょっとあってもいいんじゃないかなと、ドラえもんの最終回みたいにですね、いなくなっちゃったけど元気だよぐらいのことは付け出してもよかったんじゃないのかなと、みんなで追いかけているところで、フェードアウトで終わりなんですよ。なるほどなるほど。悲しすぎるなと。あの頃ね、なんか子供を泣かすのが好きな大人が結構いてね、一番最初鉄腕アトムなんですよ。あれはあのアトムが人工太陽に向かって行くところで終わるんですよね。そうですね、それからジャイアントロボなんかもそうですよね。最後ロボが特攻して死んでいくという。あ、そうですね、あの頃の大人ってね、なんかあやっぱりあと戦争の影響というか、あります、戦中派だから、そのあると思います、特攻するのが美しいみたいな考えの制作者が結構いたんでしょうね。そう思います、ね、結局ロボットアニメはそうじゃないですか。あ、戦争体験者か、それかそれに近い人たちが大人になって作ってるわけですから、侵略者が来るわけですよね、ですから今の今ってそういうあんまりないじゃないですか、だからそういう感覚が作ってる側にないということですね。まあ今はね、敵もなんかがなんかドイツ兵みたいな格好してたりとかですね。あ、昔昔はね、影響してるわけなんですね。こうで負けたじゃないですか日本が。はいはい。だからって敵をアメリカにするわけにいかないですし。そうですね。やっぱり侵略者にして、それでも負けないんだという、そういう時代だったと思うんですけど。ね、まあそうでしょうね。だからその。マジンガゼットなんかの歌でも、強いんだ大きいんだという歌詞なわけですけど、その日本人の気持ちですよね、人間の気持ちというよりは、負けないぞと、アメリカの作品とかだと、スーパーマンとかバットマンとか、はいはい、そういうマフィアとか、はい、そういうものと戦ってますよね。あ、そうなんですか。そうですよ。ですからやっぱり侵略者と戦うっていうのは、日本特有とまでは言いませんが、そのやっぱり戦争に負けて、こんちくしょうという気持ちの表れなのではないかと。戦争じゃないですか、ロボットアニメ。まあまあね、まあ、で、まあアニソンなんかでも侵略者を許さないという詩が多いですけど、はいはい、まあその戦争に負けたのの流れから来るこの、ことなんだと思うんですけど、発想ですよね、要するに。そういう発想の源でいうと、やっぱアメリカにはこう外部から攻められた経験がないというのはあるでしょうね、やっぱね。そういう発想がないわけです。ないでしょうね、ええ、あ、それはそうかもしれないね。